面白いカードをお届けすることになりました。皆さんこんにちは、実況の西岡明彦です。今日解説にお迎えするのは福西崇史さんです。よろしくお願いします。どんな試合になるのか楽しみですね。今日はジュビロ磐田対清水エスパルスのカードです。こちらが先発メンバーです。一般的な 3-5-2 を採用しました。中央の守備が厚いシステムですね。この試合の先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。ここターフムーアはバーンリー FC のホームスタジアムです。かつてはクリケット場でしたが、1883年に改装されました。まさにイングランドならではの歴史ですね。Thank you. Enjoy the game. エスパルスの S はサッカー、清水、静岡の頭文字で、パルスは英語で心臓の鼓動を意味するそうです。試合が始まりました。山田裕樹、桜内渚、危険な位置です。緊張感が増してきます。川俣健吾、中村俊輔、悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。強く低いクロスが入った。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。サイドから攻撃でしょうか。山田裕樹、スローインからゲームは再開です。高橋翔平、田口大志、このクロスはどこを狙ったんでしょうか。スローインです。これはスローインになります。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。山田裕樹、桜内渚、見事な視野です。クロスを狙ってきますか。これはディフェンダーを越えません。ボールを大きく押し出します。いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。ボールを失いません。味方が上がる時間を作ります。ボールがこぼれました。フレイレ、ロクタンユージ、ボールを奪いました。
さあどう組み立てるか。サイドからの攻撃を狙います。ここはしっかりクリアされました。ここでシュート、岩田がコーナーキックを獲得。ボールはゴール前、桜内渚コーナーキックです。今のシーンをもう一度ご覧ください。これはあるか、大井健太郎前に押し出します。コーナーキックはやり直しです。中に入れた、これは惜しくも入りません。絶好のチャンスでした。流し込めばよかったと思いますが、どうしたんでしょうか。ここから先の出しどころに苦労している様子です。打ってきた、カミンスキーが処理。中村俊輔。さあスタジアムのテンションが上がります。山田裕樹、田口大志、ここで狙う、よく止めましたがボールはこぼれています。気は抜けない展開です。スローインとなります。スペースに見事なスルーパス。この攻撃は実を結びません。攻守の切り替えが大事です。パスをサイドに送ります。ここで網にかかる。いいボールでしたがここはクリア。鎌田健吾、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここは中央の選手にクロス、ここはクリアされました。中村俊輔、ポストに当たる。まだインプレーです。枠に嫌われましたね。試合の均衡を破るゴールにはなりませんでした。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。鎌田健吾、素晴らしいボールです。クロスが入りました。いいボールを入れてきましたがここはクリア。ここはコーナーキックの守り、守備を確認しています。コーナーからエリア内へ、中央へのボールはクリアされました。山田裕樹、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半戦も終えて同点です。ハーフタイムに入っています。得点のチャンスは見られたように思えたんですが、なかなか決まらない。試合が始まりました。
これはディフェンダーを越えません。ボールを大きく押し出します。いやこれはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。コーナーキックはやり直しです。中に入れた。これは惜しくも入りません。絶好のチャンスでした。流し込めばよかったと思いますが、どうしたんでしょうか。